ここからは特集コーナーフォーカスです。今日は福井で噂になっているものを徹底調査する噂の福丸隊です、はい、今日は何を調査してきたんでしょうか、はい、今日は突然ですが、はい、この音をまず聞いてください、はい、聞こえますか、何の音、ふくわり、ね、このふくわり、はいはい、この県のデジタルクーポンふくわりを使うときにスマートフォンから流れる音ですよね、はい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 、このようなたった数秒でも印象に残る音っていうのがあると思うんですけれども、そういう心をつかむ音のテクニックっていうのはどういうものなのかを徹底調査してきました、着眼点が面白いですね、はい、ご覧ください。洋服や福井の地酒、飲食店でも様々な割引ができ、お得に買い物できるのが県のデジタルクーポンふくわり。2021年の開始以来、40万人以上がアプリをダウンロード。実に県民の2人に1人がふくわりを使っている計算です。私も使った、私も使いました、ね、ふくわりを使うときに必ず聞こえるのがふくわり。コロナ禍以降、県民のほとんどが耳にした音と言っても過言ではないでしょう。でも誰の声なのかって考えたことありますか？ない。誰の声？誰の声？全然気にしたことなかったです。機械の音かなと思って。機械の音が聞こえる。もっと大人な感じ。大人な感じ。五木ひろし。声高。誰の声なのか知りたい。確かに気になりますね。福丸隊が向かった先は、福割を運営する県商業市場開拓課。福割の声の主を探しに来たんですけど、はい、まずは手当たり次第に探しましょう。手当たり次第で探しますか。仕事中失礼します。福割って言ってもらってもいいですか？福割。違いますね。福割どういうことですか？どういうこと？声が枯れて。もしかして福割？違いますね。違ったな。我々が追い求める理想の福割にはなかなかたどり着きません。もうダメかと諦めかけたその時、確か大川春菜さんというあのフリーアナウンサーの方だったかなと思います。あの方が、あの方だったかと。5月20日土曜日、時刻は20時を回りました。音の主発見。福割の主は FBC ラジオでパーソナリティとしても活躍するタレントの大川春菜さん。大川さん、福割。あ、そう、この声本物だ。ちょっと違うような気がする。普段はハスキーボイスという大川さん、収録では喉から出せるギリギリの声で臨んだそうです。その当時も結構その出すまでに時間がかかったんですよ。何回もやって最後の方に出た気がする。4文字だけですけど、最後がこう跳ねる感じの方が印象が明るくなるとか、どうしたらみんなに聞いてもらえるかとか、なんかそういうのは話し合いながら頑張った気がしますね。福割の音の収録や編集を手掛けたのが福井市の音響加工会社。突然ですが、ここで工藤アナに問題。お、来たよ。何ですか？福井県の消費応援キャンペーン、福割。福割の音、実はある国の有名な音楽をイメージしたそうです。え、どの国、どのジャンルの音楽でしょうか？5秒で答えてください。テンポはいいわね。なんだろう、テンポ確かにいいから、ちょっとシャカシャカしてるので、うん、アフリカの、民族、マサイ族の。なわけありません。マサイ族。正解は一番盛り上がって、うんうん、みんなで踊ると気持ちいい、そんな曲、ブラジルのサンバ。サンバ、サンバ、うん、ダンね。確かにサンバ。だけどみんながこの声聞いた時にもう元気になるような感じにしたいからっていうので、30テイクほど使いました。何回も何回も使いたくなる。コロナ禍に生まれたたった3秒の音には細かなこだわりと努力、そして熱い思いがありました。考えられてた。気になる音はまだまだ。その音のありかは越前鉄道福井駅です。お、アナウンサー、特徴的やなとは思いますけど。何だろう、なんか独特な声をしてる。大阪より耳に入りやすいとは思いますけどね。自分大阪でこんな聞いたことないんで。
あら、そう。その音は列車が福井駅に到着すると聞こえます、うん、福井、福井、これは気になってた。これは確かに、これ誰かやってるんですよね。なんとも言えない音の高さと独特な語尾の伸ばし、そうそうそう、一度聞くとどこか耳に残るんです。独特なそのトーンだよね。福井JR や福井鉄道の到着アナウンスと比べても普通は違うもんね。福井、福井です。こうだね。ご乗車ありがとうございました。まもなく福井駅、福井駅です。そうだよね、分かりやすくね。JR 線は踊り替えです。滑舌いいもんね。福井確かに福井味があるよね。特徴的な終点福井です、うんうんうん、やっぱり高いそうだよね。20年以上も前、越前鉄道の前身京福電鉄からこの音の高さは受け継がれているそうです。さて、ここで問題です。これだけ高い音で独特な語尾になった理由は何でしょうか。坂田アナ、5秒以内にお答えください。なんだろう、なんかこう福井弁のイントネーションってこうアクセントがないっていうので、こう福井って福井、福井弁らしさみたいな。さすが坂田さん、正解は。そうなの。昔っていうとあれですけど、お客さんがすごく多かった時期って、もっとこう雑多で雑音も多かった中で、多分お客さんにも到着しましたよって福井ですっていうのをこう耳に残る、知らしめるためにああいうイントネーションでって言った可能性はある。そうだよね。正解してるけどね。さすがって言われた。嬉しい。そして気になるのは音の主。うん、ああ確かに。教えてください。職員さん。福岡の方です。福岡の人。実は福岡。特徴ある声ですね。そちらに近づくような声優さんプロの方やってるんだ。を探してと依頼した覚えがあります。音の主のためならば、福丸隊は福岡へ。本当に始まって2ヶ月の新番組に飛んでるよ。そんな予算はないそうです。だよね。行ってないんだ。こんにちは。まあですね、こんにちは。よろしくお願いします。ナレーターの山下美穂子さん。収録した当時は福岡で活動していましたが、今は全国の商業施設で流れる自動案内などを担当しています。いろいろやってるんだ。福井、福井、あ、すごい、すごい。終点福井、確かに福井の伸ばす音は珍しいと思います。たどり着いた安心感ですとか、嬉しさ、高揚感とか、まあ、そういったものの一助にアナウンスがなれば嬉しいなと思っているので。普段は意識しない街中で聞こえる音、少し耳を傾けるだけで新たな世界が広がります。その一言に高揚感が詰まってるんだって、分かるよね。これから福割と、あと福井駅の音を聞いたとき、その裏側の人の顔が浮かんできますね。確かに、そこに熱い思いがありますからね。私たちも発する言葉大事ですからね、勉強になりましたね。本当に、はい、私たちも熱くお伝えしていこうと思います。そして来年春に開業する新幹線、こちらの音にもある仕掛けがあるんです、うん、それは越前武生駅の発車メロディーなんですけれども、はい、お聞きください。はいはいはい、うんうん、タラララランってやつね、うん、ね、そうそう、これこれ転調してくるね、うん、ちょっと可愛らしい音ですけれども、この音の音階メロディーなんですけれども、丹南地域ならではのあるものを作るときの音が最新技術でね、加工されて作られているんです。何だと思います？これ知っちゃってました。はい、うん、あれですか？うん、これ打ち刃物。そう、ね、そうだよね。はい、そうなんです、うん。実はこの伝統工芸品っていうのがこちら。うん、はい、正解は。おお。
はるかさん大正解ですね。このメロディーの元になっているのは越前打ち刃物を叩く時のこの音なんです。で、刃物を叩く音が素材となっていて、どのような音の成分でできているのか、それをコンピューターで解析し、それをもとに音のバリエーションを作り出した結果、このメロディー、そしてこの音階が生まれたんだそうです。音階を作っちゃったんだ、ね、全国的にも珍しい発車メロディーだということ。すごい爽やかな音だしね。なんかこういうなんか高揚感もあるし、確かにさあ出かけようみたいな、ね、打ち刃物の時ってこんな音出るんですね。もっとね、そうだよね、いろんな音が出てるってことですよね、はい、知らなかった。そういう風に何気なく耳にしているその音ですけれども、そこには皆さんの熱い思いがありました。ぜひフォーカスしてみてください。以上、フォーカス噂の福丸隊でした。